リウッドの喜び方してたわ。バコ大丈夫おっさん。なんとかな。アンリとミシェルはうまくいったよ。浜之助の方が年上やぞ。 ありがとう。よかったね。もうミシェルとゴールインできるよ。ああ。そうだな。お、え？よし、先を急ごう。え？どうすんだよ。なんかいいの？ちょっと待って。セーブしたい。誰？おい。やばいのいるって。あらい。はい。はい。痛い痛い痛い。危ない。おい、なんだ。切り返してくんじゃねえ。クラッシュギアかこいつ。あ、なんかある。要塞だしょ、ジョー。要塞？ここ要塞なの？本結構あるな。だいたい取れてんのかな。1,2,3,4,5。よかった、ちゃんと取れてるわ。時給研究所最初から逃したのなさそうか。分からんけど。空中要塞の建造開始、開始した当初、動力に関しては我々現場科学の技術で賄えると思っていたが間違いであった。必要な速度を確保できなかったのだ。試行錯誤を繰り返した結果、我々はある結論にたどり着いた。技術がないのであればあるところから奪い取ればいい。現場科学の進歩のためには時には模倣も必要なのだ。長っ。10年前、我々が目にした鬼の力、あの技術を用いれば空中要塞に速度を与えることができる。我々は鬼ヶ島を探索した。鬼ヶ島あんの？だが残念ながら飛行装置に関する資料は見つからなかった。しかしそこに残されている書物から別の発見をした。海底にある鬼の遺跡である。ほう。我々は海底に潜り、そこにあった飛行に関する技術を全て覚え奪い取った。海底にある遺跡で飛行に関する技術あったの？鬼も結構めんどくさいことするな。使いそうな機材を海底列車を用いて運び出した。その結果、空中要塞を期待通りの性能を得るに至った。これで我ら現場は空さえも支配する力を得た。名実ともにこの世界の支配者として君臨する日も近い。これ誰が書いたんだろう。現場の科学者が書いたのか。ギルデンスタンの弟子みたいな人かな。最高。はい、ありがとう。じゃあ行こうか。何ムービー？誰がいいんだよ。お？誰？おい、ベガドンナ。え？なにこれ。逃がすか。え？おお、城が飛ぶぞ。気持ち悪い。え？でっか大砲。撃て！撃て！よく声届くな。ああ、壊れた。頑張れ。お、生きてる。トンボ？あ、こ、飛ばされないように頑張ってる。これさえあれば無敵だ。なんじゃこれ。なんじゃこれ、どこに、うわー、収納された。なんじゃこれ。なんの、なん、どの城をさ、元にしたんだ。あれ、何城だっけ、ワンの時の城。どこ、雪国？新しいお前んちこれ。すごっ。いいところに拠点作ってんな。てかここですって分かってるのがすごいわ。乱丸の慣れの果てことさ、浜京もある。こっちだよ様之助。こっち。あれ、平八一緒にいるやん。なんで？ここは琵琶湖だ。日本の。琵琶湖？日本？お前は心配するなジャック。この男は味方だ。悪いのん。主君の手前、
現場に味方せざるを得んかっただがや。え？でも奴らのやり方にはもう我慢ができへんわ。頼むて、おまんたちの仲間に入れておくれん。この通りだら。わかった。わかったや。反映するぜ、平八。ありがたいわ。まあ、強さは知ってるからな。寒い。本当寒そうやな。この季節に雪が降るなんて、これもゲンマの仕業だね。そうだな。ぐずぐずしてる暇はない。ドラム王国なんじゃないの、ここ。この辺りに奇軍種があるという。奇軍種？あの？その奇軍種には鬼の軍兵が封じ込められている。え？それを探し出せれば必ず安土城。あれ安土城なんや。何？こんな玉の一つや二つすぐに見つけ出してやるだがや。いや、平八、お前は安土城へ戻ってくれ。中から手引きしてくれるやつ。織田がいるの？安土城か。織田信長がいるの。わしも一緒に暴れたかったが、しょうがないじゃん。しょうがない、カンクロ。じゃあ、早速探しに行こう。オッケー。安土城で待っとるでね。おい、任せろ。奇軍賞を持ってな。俺は、お前に会いに行くわ。だからもうスパイだよな。おい、ずるいぞ、お前だけ火のそばにいやがって。俺も行きたい。あ、体力回復してる。やったぜ。あれ？これ、ワンの様の助の武器？初代だよね、絶対。これ。これ、本能の体験でしょ。名前なんだっけ？もう、まあ、ど忘れちゃった。まあ、いいや。いや、試練でしょ？雷山と、雷山と、炎竜と、炎竜山？炎竜剣だ。よし、思い出したんで、保存して。なんか、一気に、物語が進んだな。結構やっちゃったな、今日。3時間くらいやったんじゃないか？うん、3時間くらいやってるな。琵琶湖、ほとり。琵琶湖のほとりで、ちょっとジャックたちには寒さをしのいでもらって、一旦、動画撮るの終わるか。よし。じゃあ、一旦終わります。お疲れ様です。鬼武者3の続きね、やっていきましょう。前回をざっくりまとめると、まあ、前回というか、前回撮ったところをざっくりまとめると、モンサーミシェルは白でした。そんな感じです。あ、なにこれ？宝箱？違う。あ、かなり古びているので、少しの衝撃力はそう。じゃあ、掴むか。どうせなら。あれ？あれ？マジか。鬼ホタルだ。おい。いけー！なんだ？は？何してんの？何してんの？これどういうこと？引き寄せ？は？意味がわかんねえよ。あー違う！わかった！引き寄せたんじゃない？俺らの地盤が動いてる。なるほど！そういうことか。そういうことかじゃないよ。これ何が起きたんだよ。くっそ！ちゃんと調べてないのに。おもろ。無知を、ボール代わりにしてるわ。おい、やめろ。おい、光栄使うな。無駄なことをするな。おっしゃ、お前にオールを任せるぜ、ジャックみたいな、そんな感じ。てか今日ね、いや今16時半なんですけど、本当はね12時ぐらいからやりたかったんだよな。なぜかそうなっちゃった。おい、なんだお前。あ、これあれじゃん、ブルーなんだっけ、ザズーみたいなやつでしょ。これどうすんだ。あ、戻った。重みで下がっちゃったのか。おい、凍りな。凍るの？凍ってるわ。やっぱ人数いると違いますな。今琵琶湖の湖に行ってるってことやな。こっち？あ、こっちなんや。反対側行くと宝箱があるとかないかな。大丈夫これ。勝手に進むからな、戻れねえし。自然にはかなわねえ。なんで忍者が来るんだよ。お、とどめさせてくれてる。なんかここに宝箱あるな。衝撃でぶち壊せる箱が。おい、乗るの失敗しとるぞ、ナーガが。おい、飛び越えられなくて魂となって登場してるわ。はい、次はあっちかね、あっちなのかね。おい、落とすぞこの野郎。おい、分身体じゃない方をちゃんと潰してる。どうしようかな。気づけば
どここれ真ん中ぐらいか今琵琶湖の。おお、何してる、ダメだぞ、クソ届かなかった、よしで、ちゃんと回収してちょっと待てよ、行っていいのかこれ、これごと行くんじゃないか、大丈夫か、お行った、うわー玉之助大丈夫か、玉之助行けんのかこれ、戻ったらいいんじゃない、玉之助はどうやって行くんだよこれ、あ、でもこれあれじゃない、玉之助が行けないってことはこっち宝箱あるんじゃね、さすがに玉之助が行け、ほら日焼けだ、よーし、玉之助が行けるところ、すなわち正規ルートなり、これあったわ、絵巻に書いてあったわ、当時の絵巻に、何も疑問に思わんのかね、何も喋んないもんこいつら、う動き出したぞ、流氷がみたいな一切言わんやん、それが当たり前かのように、すごいなんか矢が飛んできおると、重い矢が飛んでくるついて重たい、待て、あぶね、間に合った、これ間に合わないとかあんのか、もしかして、はい、まずこっち、はい、そして次こっち、ヒヤが来るぞ、ヒヤが、鬼ホタルいる、おらずごとい、あ、おーし、そういうことだよね、やっぱ、はいはい、やらなくてもいいよな、こいつ自身は、おい、次もう一個、危なー、たまたま、おい、よし、これでいけたか、なんかゆっくり落ちてくるな、全然引っ張ってね、ツールを、ヒヨン、あ、終わっちゃった、あっという間に着いたな、どうしようかな、せっかくなら修練やる、どっかで修練はやらんといけんなっていうふうに思ってんだよな、どうしよう、多分ここラストダンジョンかなの時に初めて修練やろうかな、初めてっつうか一個だけやったけどな、それ以外の修練まだ全部揃ってないだろうし、まあ、確認だけする、やらんとは思うけど、あ、全部終わってる、この駅連鎖一戦がなー、ちょっとやりたいんよねー、てか知らん技いっぱいあったしな、連続攻撃とか前攻撃、まあ、月攻撃から10連弾とか、いろいろあったんで、まあ、その辺やっていきたいんだけど、まあ、いいや。どうしようかな。これにセーブしよう。よし。こんなにセーブしてるのに、スロット1個しか消費してないのすごいよな。おお、嘘だろ、メモリーカードの話ね、今のは。今、大丈夫か、あ、ジャック、アコ。ってか、くそー、こいつは簡単に飽きそうにないな、いたはずでは、二手に分かれよう、俺は屋敷の外を探す、お前は中を調べてくれ、いや、いいな、分かった、この声がもういいな、もう安らぐわ、もはや玉之助の声が、本田忠勝だっけ、本田平八郎みたいに繋がってるっけ、ここか、行くしかねえのか、この中に、あ、地図か、これは。鬼屋敷の書。鬼屋敷の書とは？いや、鬼ホタル光ったな。人感センサーみたいな。鬼屋敷の書、ここなんや。これ、要塞の書、上、これしかない。下がねえや。鬼の一族が琵琶湖に建てた屋敷について書かれた文書。無事か。我ら鬼族、鬼一族、玄魔の目欺くため、この地に屋敷を作る。外からの眺め、人の手によるものと思えるも、そのうちは差にあらず。何さにあらずって屋敷の内に仕掛けを施し、その奥に力を引く、鬼の力授かりし者よ、時は指の隙よりこぼれ落ちる水滴と同じ、鬼ホタルの導きに従い、一時の一時の躊躇もすることなかれ、え、急げってこと、もうこいつつか、あ、光ってる、これ行けってこと、おい、いす、あれかな、さっさと入って奥行けっつってんの、これ迷うなっつってもな、おらおらおら、取るぞ、邪魔だこの野郎、あぶね、おい、いや今一戦できたな、難しい、ほいほい、いやそれわかんねえわ、10連鎖やりてえな、あ、一月だった、一戦でだいぶ削ってたみたいな、よかった、おい
坊ちゃん。おい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 しょ。おい。ああ、取った取った。よかった。ありがとう。簡約。これで青が次開くようになったってことかな？これをやると。青が光るはずだ。違うだろ？こんな仕掛けタイプの鬼ホタルもあるんだな。行きづらそうで、これが、あ、行けるじゃん。これ赤の。いろいろ行けるけど。あ、閉まった。やべえ、閉まっちゃった。は、何もない。なんじゃこれ。これ行き止まりあったってことか。黄色い柵もあったぞ、今。これ黄色い柵じゃない？そうだよね。ってことはこっちじゃなくて、うお、今できたわけですよ。強い。単純にレベル3の、なんていうか、これ詳細、詳細なんとかみたいな、なんだいるな。強くね。もう倒した。あ、強っ。どういうこと？ありえんぐらい強い。でもないぞこれ。え、何もない。うわ、あ、何これ、どんだけ出てくるのこれ。おい、どうなってんだよ、ここ。無限は機械。ここに入ると、出てくるのかもな。ぽいな。3発で倒せる。ここめちゃくちゃ稼げるんだろ。だってこう行って、これ出てくるんだから。あれ出てこない。ほいほいほい。あ、もうやりきっちゃったっぽいな。え？こっちもある。左もあったりする？気づかなかったっけ。ないな、こっちはない。青が閉まる。ん？あの間に行く場所があった。おい、またカット増えちゃうよ。あ、そっか、入り口入ってすぐあったな、青色の。じゃあまずこっちで、じゃ分からんけど、この先のこれがあれか、もしかしたら2個あるってそういうことだよな。反応がない。ああ、共有なのか、これ。どっちも、同じ鬼ホタルというか、場所の柵が開く。で、一旦これで、これ引いてる間に、こっち行くんだ。うわ、一刻の猶予もないぞ。じゃあ、こっちか。こう行く。こうやる。間に合え。よし。なんかいるぞ。あ、鬼ホタルだ。ほい。え、どこ行った？ Y の鬼ホタルがどっか行きよったの。どこ行ったんだ。とりあえず戻るか。戻るか、先進む。おい。久々に使ったな、これ。はい。いやー、10連打むずい。はい。よし、OK。なんか、ため長くしたら、殴り回数増えてなかった、一回ぐらい。鬼軍団の書。鬼軍団の書とかもある。鬼の軍兵を操る鬼軍樹について書かれた文章。鬼軍玉。鬼軍玉のメス。腕に秘めたる鬼の力、それを用いて操る兵、つわもの、総じて鬼軍団と称す。鬼軍団を操る鬼軍主、この地のいずこかに秘匿され、選ばれし者の来訪を待つ。平時は玉に収まり、その身を隠すが、鬼の気を、分かち、現れてる。ひとたび解き放たれるは、眼前の敵を打ち滅ぼさん、その様は津波のごときなり。目覚め、歌おう。おりゃ、あれ壊せない。イエス。あ、イエス。あ、いけた？おお、これか？飛躍かい。一旦これ回収するか。これだけ？飛躍と中間ポイントだけ？なんかまだあんじゃない？これ実はねえじゃん、ねえじゃん。あ、さっきの鬼ホタル、もしかして黄色い鬼ホタルかな。普段見てる色っぽかったから気になんなかったけど、黄色かもしれんね、これ。あ、いける。普通の鬼ホタルやった。違かった。じゃあガードしながら行こう。あ、黄色あった。え、これ急げってことか。はい、ふわーで、
あお、あ、やべ、ちょっと迷っちゃった。これいけるかな、どうだ。あぶねー、ふう、よかった。で、これセーブがあるってことは、ボスがいるんじゃないか。はい。え？これ黄色の柵を開けるだけだよね。じゃあもうここ行くしかないのか。落ちるだけかこれ。もしかして、あ、こっちもある。ん、なんだこれ。ん、なんかなんでこんな意味深に置いてんだこれ。まあ、行くか。不気味な穴が口を開けている。一度入ってしまうと戻って来られないかもしれない。入りますか。そんな言われて入るやついる。俺行こう。あ、なんだ、なになに、なんかいるぞ。うわぁ、こいつらいるのか。行って、こねろ。ダメよ、あんたら。何をしてんの。おい、はいはい、オッケー。あれ、隠し持ってた。おい、鬼ホタルを隠すなんて言語道断ですわ。あ、これか、鬼軍事。またセーブある。早くね、ペース。ほんと？即死する可能性あるってことか、これ。早くねえか、セーブペース。俺はまあでも、見つけた、ところは、鬼、なんていっけ？これな、浜京か。浜京は全部使うから。鬼屋敷、宝玉の間。盾祭り玉の間。ちょ、これね。前歯だけねえな。これか。これが鬼の軍勢を操る鬼軍師。鬼軍玉。お、お前どうやって来たんだ。これが鬼軍師か。鬼軍師。ああ、そうだ、準備は整った。え、安土城へ突っ込むぞ。あ、そっか、あれ安土城か。ベガドンナが動かした空飛ぶ城。え、やべえ、鬼軍師怖ー。いや、でもこっちも鬼を操れるんでしょこれ。サノスケ、そういう系なの、はめ込む系なんだ。これが現場ですか。うわー、アヒル戦士みたいになった。行けジャック。行くわ。お前らずるいぞ。こいつリフボーダーみたいな動きしやがって。今どこに、え、どうなってんのこれ。もう先行っちゃったのかな、安土城の中入っちゃった。あ、やり合ってる、やり合ってる。じゃあ俺は